どうも、アーサーと申します。今回はですね、なんかどうやらポケモンとポケモンを融合してなんか新たな色違いポケモンを生み出すバグ技がですね、なんか発見されたらしいので、ちょっと早速ですね、そちらの方を今から試してみようかなと思っております。で、まず、最初に強さを見るでメニューバグをする必要があるらしい。うん、まあ基本中の基本ですね、メニューバグは。で、メニューバグが、はい、成功しました。で、成功した後次に、今回ちょっとロゼリアなんで、このロゼリアを進化させるための石、光の石ですね、光の石を使う必要があるんだけど、これを使うときに X と A を同時押し、このタイミングでいいのかな。ちょっと待って、レポートじゃないんだよね。で、その後、ボックスを開いて、あ、開けてるけど、これ見えないね。で、開いて、色違いのポケモンと手持ちのポケモンを入れ替えて、これで、で、あと戻って、この後 A で進めて進化するって書いてあるんだけど、やばい、これバグったか。いや、もうバグ技なんだけど、なんか進まなくなっちゃった。これ結構難しいっすね、融合させる方法。ちなみに先ほどのシェイミはですね、あれ色違いなんですよ。僕がまあ厳選して手に入れた色違いなんですけど、融合させる片方は色違いである必要があるらしい。で、もう片方は進化の石で進化するポケモンって決まりがあって、で、色違いのポケモンはこのバグ技を使うと消えちゃうらしいんですよ。まあ、つまり生贄に捧げる的な感じだと思うんだけど、で、消えて、その進化の石を使って進化するポケモンがなんか進化後色違いになるっていうバグ技なんだけど、これ多分かなり難しいですね、かなりややこしいんじゃないかな。もう一回リベンジしてみます。このシェイミは色違いなんですよね。このバグ技を使うと色違いのシェイミが、まあ、生贄に捧げられて、で、代わりにあのロゼリアが進化するとロズレイドになるじゃないですか。そのロズレイドが色違いになるっていう話なんだけど、これはちょっと難易度が少々高めですね。よし、メニューバグは成功した。まあ、ここまでは簡単なんだけどね、問題はこっから先ですよ。バック開いて、で、光の石を使うと同時に XA 同乗しだから、ここでもう同乗しじゃないんだよな。このタイミングだと早いんですよ。このタイミングだと進化しないから、ロゼリアが。だからここじゃないんですよね、使うタイミング、XA 同乗しは。ロゼリアの進化画面に行かなきゃいけないから、そうなるとダメだ、これはダメ。ちょっと今のはミスった。これたとえ成功してもちょっと難易度が高すぎてあまり実用的じゃないかもな。よし、メニューバグは成功した。
て、光の石を使うタイミングはちょっと難しいですね。進化の石ここで使うを押して、使うを押しときはまあ普通に押して大丈夫だと思う、うん、でその後どのポケモンに使いますかで、ここでクスエ同乗しだね。でボックス開いてるんだけどこれね見えないんだよね。で色違いのシェイミを手持ちのロゼリアと入れ替えて、でボックス閉じて、で次にね俺ちょっと見落としてた、なんかバッグの道具にカーソル合わせてで A で進めるって書いてあるんだけど、これ多分あれだよね、光の石をさっき使う画面、これ今技マシンだな。ちょっとバッグの中にもこの画面だとちょっと見れないから勘でやるしかないな。あーダメだダメだ、技マシンじゃないんだよ、さっきの光の石だと思うんだよね。光の石のが光の石を使わなくちゃいけないんだと思うこれ多分。あ来た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 、皆さん融合成功しました。多分これ色違いのシェイミとロゼリアが融合してあれちょっと待って、名前がバグってる。おめでとうごま、やばい、色違いのシェイミとロゼリア融合させたのがごまぞうになったわ。あ成功しました。すげえマジで成功するんだこれ融合したわ、ガチかやべえなこのバグ技おおすごい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 、色違いのロゼレードになりましたでもあれだ、シェイミの時と同じになってる、花の楽園でレベル30の時に運命的な出会いをしたになってる。あーそっか、あれだね、あの色違いのシェイミの方のデータを完全に引き継いじゃうんですね融合したら。うん、だからこれまあロズレイドなんですけど、中身はもうほとんどシェイミだね。うん、そういう感じなんだね。うん、出会った時はシェイミと同じになってる。あーで技構成もシェイミと同じになっちゃってますね。なるほどね、そういう感じか。あーでもこれこのバグ技でなんかとんでもないポケモンとか出来上がりそうっすねただちょっとこれね難易度が結構高いっす。うん、ボックスとかさ、バッグの中とか見えないからね、あの進化の画面中。ちょっと難易度が高いね、これはね。この方法なら不思議な飴で進化するときもいけるのかな。進化の石でいけたからね、なんかいけそうだけど、ちょっと、まあ難易度が高いので、やめときます。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。